Hi, it's Lily. Happy Thursday. Konnichiwa. How are you today? I'm feeling a little crazy today. So, 今日はよく聞かれることについてお話したいです。どうやったら英語の発音上手になりますか？と聞かれます。実は日本人は発音が悪いんじゃないんですよ。普通にみんなちゃんと言えるんですよ。ただし、こういうことがよく起きます。ご覧ください。Let's practice pronunciation. The first word is important. 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 Now you try. Okay. Important. 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 Very good. Important. Do you know what this word means? Oh, この言葉も知ってます。Important. Important.Okay, 出た。Important. Nice try. 今のでちょっとわかりましたか？日本人は発音ができないんじゃなくて、今まで覚えてきた小、中、高でずっと勉強してきたその英語が強すぎるんです。その日本語英語の発音、カタカナっぽい発音が強いから発音をしにくくなってます。ネイティブの発音がその理由でできてません。じゃあどうしたらいいですか？もちろん一つだけ直し方があります。それは今までの覚えてきたフレーズを正しい発音で上書き保存するしかありません。すごく大変ですけど、そういう方法しかありません。もしもネイティブっぽい発音がしたいなら、カタカナ全部捨ててください。まあ何が言いたいかというと、発音が悪いんじゃないんです。ただ、今まで覚えてきた英語がネイティブの英語じゃないから発音ができないだけです。なので、ファニックスだったり、その正しい発音でどんどん上書き保存すればいいです。じゃあそれをどうしたらいいかというと、まあ正直10個ぐらいその音とか覚えちゃえば、それを意識的にどん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 こう上書き保存はできますけど、すべてのものと同じように時間をかけて学んでいくしかありません。1日で発音が上手になる方法とかみんな言うけど、実際はい、確かにそれを覚えられますよ、真似できますよ。だって発音悪くないもん。でもそれを実際に今までのこの覚えてしまったそのネイティブじゃない英語に使えるかというと別です。多分使えないです。あのモノマネが上手な人とかはそのままって変えられるかもしれないんだけど、一般の私みたいな人、その時間をかけて覚えるようなタイプはもうそうやって覚えるしかありません。ただしちゃんと自分は発音できるっていうのはだけ忘れないでください。発音できます。ただ上書き保存に時間をかけなきゃいけないだけです。そんな感じです。あの今後やり方だったりファニックスのもうちょっと詳しいところだったり、このもうちょっとネイティブっぽく発音するこうコツとかいろいろありますので、そういうのをいつか動画で作りたいと思ってるんですけど、今日伝えたかったのは発音が悪いんじゃなくて、今まだ覚えた英語がネイティブの英語じゃないから、そこでネイティブっぽく発音ができないことがあります。それだけです。大した内容ではありませんけど、それだけ知っててほしいです。新しい方向から発音を考えていけるんじゃないかなと思ってこの動画を作りました。そんな感じです。 Anyway、 ではまた次回楽しみにしてますので、また See you next time! Bye!